今宵の賢人は音を楽しむ天才。辻井さんのリサイタルは国内外問わず常に満席。チケットはすぐに完売です。これまでにリリースした CD はクラシック界の記録を塗り替える大ヒット。カメラは世界に羽ばたき始めた辻井さんの1ヶ月を超える過酷な全米ツアーに密着しました。自分のこう体調管理とかも難しいところですね。二十歳を過ぎ、母親と二人三脚で歩んできた人生に変化が。あんまりいつも母親が付きっきりっていうのは私はどうかな。集中力を極限にまで高めて挑むステージ。ツアーの合間に見せる底抜けに明るい笑顔。ピアノを純粋に楽しみ観客の心を打つ。今夜は日本が世界に誇る奇跡のピアニスト辻井伸行の魅力に迫ります。ソロモン流へようこそ。今宵の賢人は今世界が注目する奇跡のピアニスト辻井伸行さん。昨年世界で最も権威のあるピアノコンクールの一つバンクライバーン国際ピアノコンクールで見事優勝。盲目の天才ピアニストとして世間の注目を集めました。1年半経った今では世界を股にかけて演奏活動、世界的芸術家への道を邁進しています。今宵は辻井さんが紡ぎ出すピアノの世界、二人三脚で歩んできた母からの自立など日々成長する姿にも迫ります。それではソロモン流スタートです。昨年6月、アメリカ・テキサス州で行われた第13回バン・クライバーン国際ピアノコンクール。世界が注目する大舞台で20歳の日本人青年が奇跡を起こしました。信行辻井、日本人の優勝は初めての快挙。生まれながらに全盲の我が子を支え続けた母と二人三脚、幾多の困難を乗り越えて勝ち取った栄冠。あれから1年、辻井さんは世界を股にかけるプロとして歩み出していました。9月15日、兵庫県立芸術文化センター。足元に気をつけながら車を降りる辻井さん。頼みの綱はマネージャーの先導です。この日は10月から始まる全米ツアーに先駆けての国内ツアー初日。番組の密着取材もこの日が初めてです。いつもコンサート直前ってどのくらいまでお話を伺えるもんなんですか？まあ、もう着替えとかあったり、まあ、もう弁当食べたりとかしてるときはちょっとやっぱり、はい、あまりずっといられるとちょっと集中できないですね、はい、休む間もなくステージに向かった辻井さん。本番直前まで時間が許す限り練習を続けます。この時会場の規模やピアノのコンディションに応じたその日一番の音色や音の響き具合を確かめているといいます。大丈夫です。場所もピアノも弾きやすいし大丈夫です。今回日本で初披露する組曲「展覧会の絵」。ロシアの作曲家ムソルグスキーが友人の画家の個展からヒントを得た作品です。
ピアノ音楽の最高峰とも言われ、演奏には高度なテクニックとスタミナを要します。やっぱりいろんな絵のイメージを して膨らませて弾いているので、お客さんにもこうまるでなんか自分が絵を見に行っているかのような、そういうイメージをなんか思い浮かべて、ぜひ聴いていただけたらいいなと思います。辻井さんが描く音の展覧会、客席はもちろん満員です。いよいよ辻井伸行の展覧会の絵、日本初披露の瞬間です。ピアノとの間合いを慎重に測り、演奏が始まります。皆さんも聞き覚えのあるメロディーですよね。展覧会の会場を歩き、飾られた絵を見て回るイメージです。曲の後半を盛り上げるパート、ロシア人なら誰もが知っている民話に出てくる妖怪をイメージしています。そして30分を超える組曲のエンディング、この日あまりの拍手に3回のアンコールを披露した辻井さん、それでも鳴り止まない万雷の拍手に4度目のアンコールを決めます。客席からは驚きの声が。どよめきが静まると、とっておきの曲を披露。辻井さんならではの透明感あふれる音色が会場中に染み渡ります。1時間半にも及ぶ演奏を披露しました。楽屋へ戻る辻井さん、精魂尽き果てているかと思いきや笑顔、桁外れのスタミナです。まだ本当あったんだけどね。そうだよね、まだあるよね。あんまりでも遅いからね、出しすぎて出しすぎてね。辻さん、初日、はい、もう大成功だったと思うんですが、すごい大拍手で、はい、今の気分いかがですか？そうですね、いいスタートを切れたと思うし、お客さんもまた非常にこの演奏を喜んで聴いてくださったので、本当にもう今は幸せです。1988年、産婦人科医の父、たかしさんが勤める病院で産声を上げた辻井伸行さん。喜びもつかの間、なかなか目を開けない我が子に
母いつ子さんは不安を覚えます。3ヶ月後生まれながらの全盲と診断されます。いやもうショックと、それからまあこの子が生まれてきても幸せなのかなっていう思いと、これからにこう希望を持てないような状態ですよね。予期せぬ絶望の日々。しかし辻井さんが2歳の時、驚くべきことが起きました。いつ子さんの鼻歌に合わせ、突然おもちゃのピアノを引き出したのです。じゃあね、ナブ君、今度ねドレミの歌歌います。せーの。ドはドーナツのドー、レはレモンのレ、この子はこう音を聞き分ける能力があるんだなっていうふうに思って、すごく嬉しかったですね。真っ暗に思えた我が子の将来にかすかな希望の光が差し込みました。いつ子さんはその大きな可能性を信じ、できることは何でもやろうと心に決めます。親子二人三脚の旅の始まりです。そして辻井さんが5歳の時、旅行先のサイパンで思わぬ出来事が。ショッピングセンターにあった自動演奏ピアノに興味を惹かれ、お願いして弾かせてもらったところ、なんと拍手と歓声が上がったのです。人前でピアノ弾くってことはこんなに楽しいんだなって初めて感じましたね。ピアノを弾いてみんなを喜ばせたい。それから辻井さんは東京音楽大学の講師川上先生にレッスンを受け始めます。するとその上達ぶりは目覚ましいものでした。その傍らにはいつ子さんの姿。いつの間にか楽譜が読めるようになるほどいつも一緒でした。これは練習に使ってきたカセットテープ。右手から弾きますね。これ何やってるかよく分かんないと思うので。楽譜を読むことができない辻井さんのために、右手と左手のパート別に先生の演奏が録音されています。これを繰り返して聴き、音の配列や強弱など、あらゆる曲の情報を覚えるのです。じゃあね、一回ね、途中まで弾くから、はい、その通り弾いてみて。はい。まず、右手から行きます。いい？聞いてね。いい？ここまで行ってみよう。左右の手の動きを別々に練習し、その後両手を合わせて一曲をマスターします。そして小学5年生の時、国内最大規模ピアニストの登竜門といわれるコンクールに挑戦。見事優勝を果たします。すごかったね。演奏を楽しみ、みんなが喜んでくれることが嬉しくてたまらない。母はそんな我が子の姿にプロへの道を確信しました。僕は結果はどうでもいいなと思って、なんとか僕は結果よりもお客様をうっとりさせる演奏をしたかったなと思ったから、うっとりさせる演奏はできました。とてもうっとりさせられて嬉しかったです。希望が確信に変わった日、ハンディキャップを背負っての二人三脚。それでも辻井さんは母親の前ですら弱音を吐いたことがないそうです。僕は目が見えないんだねっていうことをぽつりと言ったことはあるんですけど、でも僕はピアノが弾けるからいいやって悲壮感とか卑屈なこう気持ちを全く持ってないんだなっていうふうに感じて嬉しかったですね。2005年、辻井さんはショパン国際ピアノコンクールで批評家賞を受賞。どう
ありがとう。ここまで来ればいいよ。みんなの拍手聞いた、聞いたきっと。そして昨年、親子にとって最高の瞬間が訪れました。信行スージー、なんと日本人初優勝。盲目のピアニストから世界の辻井へ、親子二人三脚の旅は大きな栄光にたどり着いたのです。国内ツアー3カ所目の長崎、会場に到着した逸子さんは本番を控えた我が子のもとへ向かいます。こんにちは。お疲れ様です。元気？はい。どう、調子は？バッチリ。バッチリ？いざステージへ。逸子さんが駆けつけてくれたせいか、足取りも軽やかに見えます。いつも支えてくれる母に見守られての晴れ舞台、南極展覧会の絵を披露します。完成です。素晴らしい。すごい。すごい。リサイタルを終えた辻井さんは地元のお祭り長崎くんちの練習見学へ。長崎は子供の頃から応援してくれている愛着のある場所。初めて体験する祭りの空気を楽しみにしていました。母の言葉から目の前の情景をイメージする辻井さん。こうして幼い頃から様々なものを心で見てきたのです。そして大好きな音を全身で感じ取ります。船越さんとプライベートトーク。いいパートナーを見つかって、そしてまあできればもう結婚したいです。兵庫県にある仁川学院。おはようございます。やってきたのは辻井さんの母逸子さん。辻井さんのプロ活動が本格化したのを契機に子離れしたといいます。そこでできた一人の時間を使い、出版もされている子育て術や親子のエピソードを各地で語っているのです。いろいろ長いスパンでいろんなものを考えると行き詰まるんですね。あと1年後この子はどうなってるとか、3年後はどうなってるとか、まあ、そうやって考えていくとどん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 こうちょっとトンネルに入っちゃう時があったので、とりあえず今日1日今日一日だけでいいんだから頑張ろうよって思いながらこうやってきたことが、こうだん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 こう積み重なってきたのかなって、そんな風に思ってます。
いつこさんの言葉に多くの母親が勇気づけられます。東京ミッドタウンの向かい側にある寿司店中久に向かった船越さん。お邪魔します。あ、どうも、はじめまして。はじめまして、辻でございます。よろしくお願いします。なんか辻君はお寿司がものすごいお好きだそうですね。はい、もうお寿司は小さい頃から大好きで、もう、ここのお寿司はもう抜群に美味しいので、ぜひ召し上がってほしいなと思って。こちらは辻井さんが物心ついた頃から通うお気に入りの江戸前寿司の名店。ご主人の鈴木さんは辻井さんの成長を間近で見てきました。辻井君はどんなお子さんだったですか？ご両親の愛情が濃いんで、なんていうか、まっすぐっていうか、とっても素直ないい子ですよね。なるほどね。中トロから行きましょう。のぶちゃん大好きな中トロもすごく、美味しいです。はい、好きなネタから食べるのが辻井さんのスタイル。まずは中トロから味わいます。見るからに美味しそうでございますね。いただきます。最高に幸せです。口の中にこうスーッと絡んできて溶けていく感じがもうめちゃめちゃいいですね。よかったです。そう言っていただけたら。続いては一番好きなやつ。あ、はい、一番好きなやつ、ま、これが美味しいです。ちょっと待ってください。じゃあこれは何でしょう？ピンポン。がすごい、もう香りですぐ分かりました。なるほどね。中トロより大好きなのがアナゴ。ご主人厳選の江戸前アナゴ、お味の方は？うん、これは美味しい。美味しいですもん、ね。ついついたくさん食べてしまい、僕は太りやすい体質なんで太ってしまいますね。お寿司を堪能し、最近別々にいることが多いお母さんへの思いを聞いてみました。20歳過ぎたので、もうそろそろ自立しなきゃいけない時期だなって、いろいろ考えて自由な時間を作ってあげたいなと思って。そんな辻井さんをお母さんはどんな風に感じているのでしょうか？優しいんですね。そうですね、もう本当に親が言うのもなんですけれども、まあ、優しく、まあ、真っ直ぐに育ってくれたなっていうふうに思ってます、でも本当はやっぱりご心配でしょ？でも逆に、まあ、出しちゃって戻ってきた時にすごく、なんか一回り、ちょっと大きくなったなっていうのも感じたので、やっぱりあるところで思い切らないと。こうやって親離れして、まあマネージャーさんと2人っていうのも寂しいですもんね。はい、ちょっと可愛い子がこの辺にいてくれるといい感じがします、ね。はい、そうですね、やっぱりいいパートナーが見つかって、そしてまあできればもう結婚無視したいです。どんな人がタイプなんですか？フィギュアスケートの浅田真央ちゃんみたいなタイプが。具体的なんですね。具体的、本番に強いし、あとちょっとこう失敗しても持ち直して、こう後半ですごい頑張っていい演技をするって、なんかこうなんかやっぱり勝負心みたいなところが、何かこう自分と通じるものがあるかなと。芯がしっかりしてて自分の夢をしっかり持ってる人、はい、まあ、そんな方を募集しております。辻井君はどうですか、お母さん？あ、ですね。うちアピールしといた方がいい、カメラに向かって。カメラに向かって。素敵なパートナーとお寿司を食べる日が早く来るといいですね。ニューヨーク、辻井さんの全米ツアーが始まっていました。のぶくん。おはようございます。Good morning.How are you? 元気ですか？しかしそこに母
母いつこさんの姿はありません。今回の全米ツアーは過去最長の35日間、移動距離は世界一周を超えます。コンディションのキープも大変です。やってきたのはフロリダ州。辻井さんはここで明日のリサイタルに備え練習を行っていました。マネージャーが水を差し入れるタイミングを計るほど一心不乱に演奏を続けています。演奏が止まった一瞬を逃さず室内へ。また出てきます。テクニックはもちろんですが、この人並み外れた集中力、そしてスタミナが辻井さんのピアノ演奏を支えているのです。この日のリサイタルは古い映画館を改装したホールで行われます。本番前緊張しているかと思いきや、なんだか楽しそう。フロリダでも満席です。この日も大観衆を虜にしました。練習とリサイタルの合間、息抜きのため海辺の散歩へ。すごい細かい、すごい細かい、海の小麦粉みたい。こんな時はいつだって自分の手や足で感触を確かめずにはいられません。おお、冷たい、冷たい、結構冷たいね。泳ぐには結構冷たい、ね、砂を落とすためデッキチェアへ。これは細かい砂は難儀やな。拭いてる方がくすぐったくなってくる。何やら企む辻井さん。プールでやったの。集中と息抜きのメリハリがつけられるのも辻井さんの強みです。この後は恩人と感動の再会、そして初めてのオーケストラと初めての曲に挑戦。テキサスは去年クライバーンコンクールで優勝した辻井さんにとって忘れられない土地。この日ツアーの合間を縫い、コンクール期間中に3週間暮らしたホストファミリーを訪ねました。 OK, No Boots, Carol, how are you? Good seeing you. No Boots, welcome home. 去年は親子で訪れた辻井さん、この家で寝食を共にし、コンクールで優勝を勝ち取ったのです。まずは1年経った成長の証しに CD をプレゼント。本当にコンクール期間中、yeah. あのお二人にはよくしていただいて、yeah. もう本当第二のふるさとの家族になって。 It was our privilege and,、yes. and our thanks to Nobu for being such a wonderful guest. 辻井さん、言葉で伝えきれない気持ちを即興で曲にし伝えることにしました。お二人に捧げる曲をという。 Oh, thank you, Nobu. Thank you. Thank you. Special treat.
メキシコ湾に面し、メキシコとの国境にも近い温暖な町、コーパスクリスティ。ボディーボードに水泳、スキーに登山まで何でも果敢に挑戦する辻井さん。自転車に乗るのも大好きです。いいね、いいね、気持ちいい。海辺のサイクリングにご満悦。いや、自転車まさかできるとは思わなかったからよかった。気分転換になった。この街のリサイタル会場はパフォーミングアーツセンター。ここでは大きな挑戦が待っていました。初めて共演するオーケストラと初めての曲を演奏するのです。ピアノに直行する辻井さん。人前で初めて弾くチャイコフスキーの一番、今の気持ちをちょっと教えていただけますか。まあ少しドキドキするけど、非常に楽しみです。プレッシャーより楽しみが上回る。それも辻井さんの強み。この日の練習は5時間に及びました。翌日、辻井さんは指揮者と打ち合わせを行うためステージへ。One of my babies.実は今回の指揮者は昨年クライバーンコンクールの審査委員長だったジョン・ジョルダーノさん。優勝から1年、辻井さんにどんな印象を抱くのでしょう。早速打ち合わせが始まりました。笑みがこぼれます。そして指揮棒を見ることができない辻井さんと呼吸による間合いを確認。 Okay, will that work? Body. Okay, maybe one more time. 辻井さんは常に周囲の気配と呼吸を感じ取って演奏しているのです。 Perfect.Thank you. ジョルダーノさんに辻井さんの今後の可能性について伺いました。I will be very surprised, let's put it that way, that if he is not in the top few people in the world, few pianists. I think he has the potential of being at the very, very highest level.
本番当日、初共演のオーケストラとのリハーサルです。一般的にオーケストラは初めて共演するソリストの腕を見極めるまではなかなか受け入れてくれないとも言いますが、辻井さんがピアノを弾き始めると、いいステージになりそうです。地元紙にも今夜のリサイタルの記事が大きく掲載されました。ここでも大入り満員、初めてのチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、どんな演奏になるのでしょうか。辻井さんが初めて披露するチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、その時がやってきました。リハーサルを繰り返した呼吸で間合いを取る箇所、完璧です。アンコールを促すスタンディングオベーション。ノブ、自分の曲を弾いたらどうだ。この時ジョルダーノさんはそう言ったそうです。辻井さんはどの曲でお客さんが喜ぶか考えました。選んだ曲は今年イタリアの美しい田舎町コルトナを旅した時に作った曲でした。
bravo, bravo, bravo! Congratulations, Leslie. Thank you. Absolutely fabulous. It was superb. It was just like, I particularly liked his last song. I don't know if that's his. Yes, well, he wrote the song. That was beautiful. Just wonderful. It was amazing. I hope that I'll be able to play piano like that. 今日は初めてやったけど、うまく気持ちよく弾けたと思うし、お客さんの反応もまたすごくこう受けたし、もうすごかったので、とにかく皆さんに感動していただけて、本当に僕も、もう大満足です。ありがとう。とってもうまく弾けて嬉しいです。人を喜ばせたい。その思いには、ハンデも国境も関係ありません。この後はアクシデントに見舞われた辻井さん、体力勝負を実感します。空港のレストランに辻井さんの姿が。表情が冴えないようですが、それもそのはず、予定していた飛行機が竜巻でキャンセルになったのです。直行便で2時間足らずの移動のはずが、3回も乗り継ぎをし、10時間がかりの長い移動になってしまいました。現地に到着したのは夜。それでも辻井さんの思いは世界に羽ばたいています。小さい頃からこう世界中回って演奏したいっていう夢がもう少しずつまあ叶っているので、ぜひもっともっといろんなとこに行って、世界中のみんなにもっともっと僕の音楽を聴いていただきたいなと思っています。奇跡のピアニストとして世界で活躍する辻井さん、これからもピアノを心から楽しみ、世界中の聴衆を幸せにしてほしいですね。それではまた次回、ソロモン流でお会いしましょう。